インスタ映え狙って。そうです。これレキさんに頼んだら声加工してもらえるんですか。このカッターで切断もできるしネジも切れるってことですね。あーすげえ。今ね、全然押してないんですよ。ドリルの重さだけでいったんだから。空調工事といえばマーテクさん2人、はい、でナイエスさん、レッキスです。レッキスさん、はい、レッキスです。の商品をご紹介お願いします。はい、なんかいろいろこうでっかくあるんですけど、僕らはやっぱりこっちに行っちゃうんですよね、うん、こっち何ですかこれ。まずはこれやっぱレッキスって言ったのこれみたいな。僕らのイメージは何なんですか。これフレアツール。ほうほうほう。電動フレアツール。そうです。はい、ちょっとあっちにも看板大きいのやらせてくれ。フレアを自動で作れるんですか。そうです。そうです。まあ、あの僕らが持ってるのはこれなんです。あ、じゃあこっちじゃない、こっちなんですよ。こっちです。あ、こっちなんですよ。多分直で持ってはるんですか。これ持ってます。ほうほう。で、これ今このこれで逆転晴天変えれるんですけど、今のやつはこれらしいです。このレバーがあるなんか、どうなん、はい、なんでこっちからこっちに。実はあの昔のタイプがこのシーソー型になってまして、で、こっちに変わったんですね、前回で。今回また新しくてこっちがいいっていうお客さんが多かったので、はい、シーソー型のスイッチになったっていう。これもちょっと紹介してほしいですね。カラフル。これあの行きつけ用で電気屋 YouTuber さん来るということで。ほんまですか。ご用意させてもらったんですけど。インスタ映え狙って。そうです。え、これレッキーさんに頼んだら声加工してもらえるんですか。一応オプションっていう形で対応させてもらいますので。はい、視聴者さんはどこに問い合わせしたらいいですか。これホームページ。そうですね、あのお近くの販売店さんにご連絡いただいたら、はい、メーカーの方にすると一応こんなんできるんですね。そうです。これで一番やっぱ僕らが思うのは、はい、これ大体2部、3部、4部までついてるんですよ、これ配管のサイズ、はい、5部なんでつけないんですか。まあ、あの価格設定っていうところもあるとは思うんですけど、はいはいはい、で5部、6部ってなると大きい業者というかエアコン、はい、配管になったりとかっていうのも理由があって、ちょっと分けてるっていうところもあります。まあ、値段的だと思うっていう声が多かったんですね。そうですね。ちょっと安くしてでもいいから5部減らしてくれてもいいし、ね、そうですね。なるほど。でパイプカッターとかもあって、はい、レッキスのパイプカッターを好んで使うなんか古い職人さんも多いですね。じゃあベテランの。そうですね。ありがたいことにあの古い今ちょっと新しいタイプですけど、はい、旧のタイプもまだ使っていただいたり多いですよ。じゃあのベアリングがこの中のベアリングが多いんで回すストレスがかなり低くなってところが強みで、そこを買ってくるとだいぶ回しやすいんですよね。だからちょっと他のメーカーに比べると値段がちょっと高いんですけど、でちょっとごついんですよ。そうですね。でも太感触る人とかは結構感じる。そうですね。私も大好きです。ありがとうございます。僕らはこのイメージになっちゃってるんですけど、はい、レッキスってこの辺も強い。どっちかっていうとこっちもよく使っていただいてるんですけど、黒いのと赤いのとパイプマシンっていうんですけど、結果にあ、これか。これは押さえる、ね、電気の これがネジです。電線管のネジ、普通のテーパーの鉢で切ったネジ。ネジ切り機持ってるんですか。持ってます。どっちかってなんか自分はこっちの方がイメージは、ね、あ、そうなん、強いですね。熱ビアさんと空中屋さんとかでまた、はい、どっちかっていうとこっちがこっちでやが高いよ。なるほど。これあの電気のね、何これ、モニターみたいな。あ、これでいけるのか。そうです。ほうほうほう。これは細いパイプをこのまま切れると。そこにパイプを着用しまって、このカッターで。切断もできるしネジも切れるってことですね。あーすげー。1個で53万8400円。いやーこれええな。でこれはあのネジの切り子が出ないタイプ。え、マジで、はい、切り子出てこないんですか。これ出てこない。出るんじゃない。それとね、あの最初は新年加工って言いまして、パイプの簡単ちょっとね、取りするんですけど、はい、そのときだけ切り込んでます。これ、あとはあの、できるんですか。そうですよね。で、ローラー中に組み込んでまして、このローラーを押し込んで開口かと思うので、はい、削らずにネジを買って。すごいです。ネジの肉厚もそのままで、ネジが切れる。ありがとうございます。ありがとうございます。レッキスさんでした。ありがとうございます。いろいろ入ってます。なんか写真とかも貼ってちっちゃいですね。あれめっちゃ使い勝手良さそう。いくらやったらこのサイズで。
近江工業さんに来ました、2人で紹介してもらいたいんですけど、おすすめ商品教えてください。おすすめ商品、はい、商品はこちらのホルソー、はい、ホルソーの超高バイメタル BW っていう製品がおすすめになります。歯の形がなんか見たことない形、うん、初めて見る形、うん、どういう効果が。これはノコバタイプ、こういうバイメタルでよく見るノコバタイプの先に超光がついてる、こういうタイプの超光がついてるっていうので、この超光のホール層とこのバイメタルのホール層のいいとこ取りみたいな、アイノコってなってて、こういう超光がこの先についてるおかげでステンレスとかでも3ミリであっても簡単にこう吸って開くっていうのと、ノコバタイプになるんでこの超光が1つ2つ欠けても全然使えるっていうので寿命がとってもいいです。へー、一応うちの実際のこの耐久テストみたいなんでステンレスの2ミリで700血まで開いたっていうぐらい、そんないけるんですか。めちゃくちゃこれ寿命良くて。なんていう名前、商品名ですか。この商品名は超高バイメタル、この方の BW っていうパッケージあるんですか。パッケージはね、これやね、今紹介してもらってかっこいい、超高バイメタルホールカッター。じゃあこれって実演できるんですかね。はい、実演できます。じゃああやや開けてみましょう。ここで開けて、はい、開けてもらって大丈夫です。これは線の2ミリ、これ線の2ミリですね、大体これぐらい。これが700個開けれたら、これが700個はすごいな。あ、もうついてる、はい、ついてる状態になってます。何倍ですか。これ25倍になります。ほうほうほう、どうや、いきますよ。はい、ほんまにステリス消耗状態はどうやろ。あ、全然かけてへんな今ね。ほうほう、全然押してないんですよ。はあはあ、ドリルの重さだけでいったから。あ、嘘やん、絶対嘘やん。だいたい刺すだけたら煙もわーって出てくる。出る出る出る、出ないですね。出ない、あの匂いもせえへん。ありがとうございます。次におすすめの商品はどれでしょうか。カイヤが次におすすめの商品は、うちのこのシメールっていう、シメール、シメラーですね、はい、シメラーですね、はい、シメラー、はい、これ去年新しく、あれ貼るやつだよね、はい、メッセン貼るやつ、メッセン貼るやつで、去年新しくリニューアルしてこちらの引き出しになるんですけど、新しくこの2型っていうこの小さいやつ、ちっちゃいですね、はい、これで貼れます。これとこれで250キロまで引っ張ることができて、これ2型ですね。で、あと5型っていうこっちで1トン500、はい、1500キロまで挑戦できるっていうのをこう新しく追加してリニューアルしたっていうんで、これがおすすめの製品になってます。ありがとうございます。でまあ、変わった点としては、はい、まあ、色を黒くしたっていうのと、かっこいいですね、この巻き込み防止っていうんですかね、はい、いつもこうシメラー使ってもらってて、はい、逆巻き、あ、こう逆巻き、こうやってこの場合巻かないといけないときこっちにしてもらって巻かないといけないんですけど、はい、この戻しのままでも巻けちゃうんですけど、そうなったらこう逆巻きって言って、はい、この中のワッシャーみたいなのがこう飛び出てきちゃって、もう巻けない、空回りしちゃう状態になるんですけど、それを防止するためにこういう巻き込み防止のこの、なんて言ったらいいですかね、こういう感じで、この部分、はい、一周巻いてあるっていうので、逆巻きをしないように固定してあります。あ、巻き方向一定になるように固定して、はい、今までやったら逆巻きでこう壊れるっていうのがあったんですけど、それもないようにっていうので、そういうのも改善させてもらったので、新しくさせてもらってます。そういう、そうですね、マルチェロカルタルと、チップ層であったり、ホールカル、はい、これは切りやね。そうですね、切りです。切りとか、ホール層とか。はい、切削関係に強い、ね、基本的にそうですね、内穴開け、はい、切断とかっていうのがメイン、あ、まあ、あとまあ木工でまあ少しやるっていうのもあったり、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。近江工業さんでした。またお願いします。お願いします。あの全部コードを引き出した中にコンセントが現れるので、はい、火災防止になる。ケーブル買ったんですか。ラックですね。ラック、ラック、マジで、あ、ほんまや、伸びるやつが、へえ、軽っ、え、嘘、おわす用の検定。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。